ウィリアム・ウィルソン・サンダースウィリアム・ウィルソン・サンダースはイギリスの植物学者、昆虫学者である。バッキンガムシャーのウェンドバーのリトル・ロンドンで生まれた。父親はオックスフォードシャー州のカートリントンの牧師であった。1827年から東インド会社の軍事アカデミーで学び、1829年にインドに渡るが、翌年退職し、イギリスに戻った。イギリスでは、 おじで後に、義理の父親になるジョシュア・サンダースの下で、保険業界に入り、ロンドンで保険引き受け人として働いた。一方で、昆虫標本の熱心なコレクターであり、植物標本も集めた。1833年に、ロンドンリンネ協会のフェローに選ばれ、1861年から1873年までは、会計を務めた。ロンドン昆虫学会の発足会員であり、 1841年から1842年と1856年から1857年の間、会長を務めた。1853年に王立協会のフェローに選ばれ、1861年には動物協会のフェローにも選ばれた。何年か王立演芸協会の副会長も務めた。いくつかの学術誌に30篇余りの論文を執筆し、著書に、 ジョン・ギルバート・ベーカーとハインリ・ヒグスタ・フライヘン・バッハと、教著のリフュージウム・ボタニカムやマイコロジカル、イラストレーションズなどがある。サンダースは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・ウィルソン・サンダースを示すのに使われる。ありがとうございます。